黒娘の話、岡本喜道。天保四年は水野と見年で、その夏、四月の出来事である。水戸在住の水戸港から、領内一般の住民に対して、次のような触れ渡しがあった。それは領内の休眠、または勘下孤独のもので、その身が何かの固室。 あるいは異病にかかって、容易に兵舎の見込みの立たない者はいちいち申し出ろというのであった。城内には製薬院のようなものを設けて、領内のあらゆる名医がそこに詰め合い、いかなる身分のものでももちろん無料で診察して取らせる。投薬もしてやるというのであるから、領内の者どもは皆その全盛を喜んで、 名主や庄屋を頼って遠方からその診察を願いに出てくる者も多かった。ところが目の先の城下に不思議の病人のあることが見出された。それは下町の町人の娘で文政四年生まれの今年十三になるのであるが、どういうわけかこの世に生まれ落ちるとから彼は明るい光を嫌って、 いつでも暗いところにいるのを好んだ。少しでも明るいところへ抱え出すと、彼は火のつくように泣き立てるので、二親も乳母も持て余して、呼んどころなく彼を暗い部屋で育てた。それが習慣になったかして、彼は立って歩くようになってもやはり暗い部屋を離れなかった。しかも彼は決して目暗でもなかった。 っことにその器量は優れて美しかった。赤子の時から日の光を受けずに育ったにも似ないで彼の顔は玉のように輝いていた。と商事を立てこめてその部屋は全ての光を防ぐようにできているばかりでなく彼は川屋へ通う時のほかは他の座敷へも廊下へも出なかった。 川屋へ行く時でも彼は両袖で顔を覆い隠すようにしていたが、どうかしてその袖の間からちらりと漏れた顔を見せられた場合には、誰でもその美しいのに驚かないものはなかった。彼は一人娘で、しかもその家は城下でも聞こえた大和金土であるので、親たちは彼が好むままに育てていた。 七つ八つになって、彼は手習いを始めたが、もちろん師匠について稽古するのではなかった。彼は親たちから与えられた手本を机の上に置いて、いつもの暗い部屋で書き習っていたが、その筆跡は子供とも思われないほどに見事なものであった。どうして暗いところで文字を書くことができるか。 それも一つの不思議に数えられていたが、おそらく幼い時から暗いところに育ったので、彼の目は暗いのになれたのであろうという説であった。それから引いて彼は暗いところで物を見ることはできるが、明るいところでは見えないのではあるまいかという噂が立った。誰が言い出したともなしに、 彼は袋娘のあだ名を呼ばれるようになった。しかも、その袋娘の正体を確かに見届けた者は、この城下に一人もなかった。今度の触れ出しについて、袋娘はどうしてもの一番に願い出なければならないのであったが、その家が富裕であるので、親たちも遠慮して差し控えているのを、 蝶役人どもが相談して、まず親たちにも特進させ、その次第を書き上げて差し出すと、係の役人も額をしわめた。何にしても、これは一種の奇病である。ともかくも明日、召し連れて参れということになったので、明くる日の朝、蝶役人どもが打ちそろって、袋娘の家へ迎えに行くと、 親たちは気の毒そうに断った。何分にも娘が不承知を申します。いかに説得いたしても、さような晴れがましいお場所へ出るのは嫌だと申しますので、私どもも困り果てております。しかし、一旦届け出た以上、今更それを取り消すわけにはいかない。 ことにハンコウもその不思議な娘を密かにご覧になるかもしれないというような内を漏れ聞いているので、長役人どもはどうしても彼を召し連れて行かなければならないと思ったので、彼らは暗い部屋に隠れている娘を訪ねて、親たちに代わって色々に説得したが、彼はやはり特進しなかった。どうしても明るいところへ連れ出すのは許してくれと言って、 彼は声を立てて泣いた。これには彼らもほとほと持て余したが、前に言うような事情であるから、彼らは自分たちの責任上、無理無体にも彼を連れ出さなければならなかった。そのうちに彼らの一人がこう言い出した。この上は縛りからげても引っ立ててゆかなければならぬが、それもあまりに無慈悲で、当人はもちろん、 親たちにも気の毒だ。所詮は世の光を嫌うのだから、目を塞いでおいたらば、暗いところにいても同じことではないか。そうして髪の御恩によって、不思議の病気が併誘すれば、この上の幸せはあるまい。そうだ、それがいい。目を塞いで行け。娘の机の上には、手習い装置のあるのを見つけて、 これ屈強のものだと、彼らはその奏詩の一枚を引き裂いて、娘の顔を包むように押しかぶせた。ある者はさらに知恵を出して、奏詩の黒いところを丸く切り抜いて、公約のように娘の両眼に貼り付けた。これで娘もようやく特心したので、親たちも町役人どももほっとした。 今年十三の美しい少女は真っ黒な手習い宗師の髪切れに目を塞がれて生まれてから初めて自分の家の敷居をまたいで出た彼は大きい黒眼鏡をかけているように見えた袋娘がお城へ行くこの噂がたちまちまちまちに広がって見物人が四方から集まってきた 普段から袋娘の名ばかりを聞いている町の人たちは一種の好奇心に駆られてその正体を見届けようとして群がってきたのであった。町々の町役人は金棒でそれらの群衆を制していたが見物人は後から後からと押し寄せてくるのでとてもそれを追い払うことはできなかった。町役人どもは 声を枯らして叱り制しながら、わずかに娘の左右だけを金棒でせきっていたが、その金棒の席も渦巻いて寄せる人並みに破られて、心ない見物人は娘の肩に触れ、袖に触れるほどに迫ってきて、しげしげとその顔を覗くのもあった。たとえ両方の目は塞がれていても、このありさまを娘が知らないはずはなかった。 彼は途中で幾度か立ち止まって、自分の家へ返してくれと訴えるのを、付き添っている人々がいろいろになだめて、ともかくも城の前まで行き着くと、娘はまたもや立ち止まって、これから先へはどうしても行かないと言い出した。ここまで来てどうしたものだ。お城はもうすぐだ。と人々は右左からすかしたが、 娘はもう聞かなかった。私は帰ります。いや、返すことはならない。こうした押し問答を続けているうちに、娘の景色はだんだんに変わってきた。彼は遮る人々を突き抜けて、出し抜けに駆け出そうとしたので、もう腕づくの他はないと思った彼らは、左右から彼の晴れ着の袖やもとをらえて、 引きずって行こうとすると、娘はいよいよ凄まじい景色になって、支える人々を払いのけ押しのけて、自分の周りを隙間なく取り巻いている見物人の頭や肩の上をひらひらと飛び越え、踊り越えて駆け出した。不意の出来事に人々はただあれあれというばかりで、そのうちの一人が娘の帯を引っ捕らえようとしたが、手が届かないので取り逃がしてしまった。 両方の目を黒い紙で塞がれている娘は、見当がつかずに走ったのか、それとも初めからそこを目指して走ったのか、彼は縄文街の掘り際へ、まっしぐらに駆け出したかと思うと、およそ五六軒もあろうと見える距離を一っ飛びにして、掘りの中へ飛び込んだので、その騒動はいよいよ大きくなった。大勢は続いてその掘り際へ駆け寄ったが、 水に飲まれた娘の姿はもう見えなかった。城の堀へりに立ち入ることは国宝で禁じられている。ことに妖怪堅固なこの城の堀は非常に深く作られているので誰もおかつに入ることはできなかった。町役人から重ねてその次第を届け出ると、犯行もすこぶる機会に思われて、 早速に堀の中を仙義しろとの命令を下された。範中でも屈指の水蓮のものが代わる代わる飛び込んで探り回ったが、水の底からは女の髪の毛一筋すらも発見されなかった。生地のお慈悲で我が子を召されなければ、こんなことにもならなかったであろうと、娘の親たちは今更に髪を恨むようにもなった。 長役人どもも、よしないことを届け出たのを後悔した。袋路娘の死。その機械な噂がまだ消えやらないその年の8月1日、身の刻頃現在の午前10時頃から、近年稀なる暴風雨が、この城下へ襲ってきて、城内にも城外にも、おびただしい損害を与えた。その大暴れの最中に、 外堀から黒雲を巻き起こして、金色の鱗を輝かしながら天井に登った怪物のあることを多数の人が目撃した。人々はそれを竜の昇天であると言った。そうして、それはかの袋娘が蛇体に変じたのであろうと伝えられた。しかし、彼は最初からの蛇体であるのか、 あるいは受水の後に龍だと返事たのか、その議論はまちまちで、ついに決着しなかった。上田秋成のう月物語のうちに、邪性の院の階段のあることは誰も知っているが、これは極低馬金が水戸にいた人から聞いた話であるということで、その趣がやや類似している。 邪生の因は品の聖子川の本案であるが、これは馬金が自ら筆記して、三州高松藩の過労に送ったものであるから、まさかに本案や捏造ではあるまいと思われる。竜の商店はともかくも、こうした機械な娘が機械な死を遂げた事実だけは、確かに水戸の城下に起こったに相違あるまい。 以上、袋娘の話、岡本喜道でした。ありがとうございました。